これはある家の間取り図です。あなたにはこの家の異常さがわかりますか？ごくありふれた民家に見えるでしょう。しかし、家中そこかしこに奇妙な違和感が存在することに気づくはずです。その違和感が重なり、やがて一つの恐ろしく信じがたい事実に結びつくのです。気をつけてください。我々は今触れてはならない人の闇に触れてしまっています。秘密を、この空間は2枚の壁によってわざわざ作られています。何なんでしょうこの部屋。子供部屋。窓がなく二重扉でトイレは備え付け。間取り図の1階と2階を合わせてみたら、その可能性は見落としていました。一つのストーリーが見えてきませんか？ストーリー？つまりこの家は殺家だということです。そんなベタな、まあただの妄想ですよ。もう一度ご覧ください。何かが変ですよね。ついにあの間取りの家に足を踏み入れました。マジモンじゃねえかこれ。